敷があるから行ってみようって。お化け屋敷？あの家でまた人が死にました。僕、名前はなんて言うの？ポチヨ。亭主の佐伯武雄が妻のかや子を自宅で殺害。この男の子、5年前に行方不明になったまま見つかっていないんです。泉が写ってる写真が1枚もないんだって。どうなってんの？徳永夫妻の前にもあの家に住んでいた家族や関係者が死んだり失踪したり。3人のね、覗くの。